皆さんこれ何種類ぐらい魚がここに乗っているか、こうパッと見てお分かりでしょうか。何種類ぐらいいると思われますか。60、100。これ小学生にお話をするときにはですね、実際に数えさせて答えが出るまで先に進まないんですけど、今日はちょっと待っていたら雨が降ってしまいますので、答えを言ってしまいますと77種類の魚が書いてあります。で、私たちがよく説明するときには、滋賀県には約80種類の魚が住んでいるというふうに言わせていただいています。で、この中でですね、いろんな魚がいるんですけれども、ちょっと見にくいんですけれども、魚の名前が白い四角で囲まれている魚っていうのがいます。これが16種類ぐらいいまして、これは琵琶湖の固有種です。で、固有種というのは琵琶湖にしかいない魚です。全世界探しても琵琶湖だけにしかいない魚、これが16種類いてます。で、次に名前の前に赤い丸がついている魚があります。これはですね、絶滅危惧種といいまして、数が少なくなっていて、もうこのままでは数がどんどん減っていずれは絶滅してしまうかもしれないという魚です。これも赤い丸がついているのもたくさんたくさんの魚に赤い丸がついていると思います。で、先ほどお話しした琵琶湖固有種、白い四角がついている魚のうち赤い丸もついている魚っていうのがたくさんいると思います。で、これはどういうことかと言いますと、琵琶湖にいない魚、琵琶湖にしかいない魚、琵琶湖固有種の多くが絶滅の危機に瀕しているということを示しています。で、もし琵琶湖からこの魚が絶滅してしまいますと、世界中この世から消えてしまうということになりますので、これは非常に深刻な問題です。で、この、絶滅危惧種、絶滅しそうな魚がたくさん増えているという原因はたくさんありまして、例えば卵を産む場所がなくなってしまった、湖岸道路などを作って吉田が埋め立てられて卵を産む場所が減ってしまっているっていうのがありますし、あと琵琶湖の水質ですね、水質が悪くなってきているっていうのもあります。で、一番大きな原因の一つが、今日皆さんに釣っていただく外来魚の問題です。で、一口で外来魚と言いましてもたくさんいてます。で、このパンフレットにも載っていますが、名前の前に黄色い四角がついている魚、これが外来魚です。外来魚と言いますとよく耳に聞くのはブラックバスとかブルーギルとかですけれども、それ以外にいろんな魚が外来の魚がいます。で、外来の魚の中にはブラックバスやブルーギルのように外国から来た魚もいますし、国内日本の他の地域から琵琶湖に入ってきた外来魚もいます。例えばワカサギっていう魚はもともと琵琶湖にはいませんでした。これは食べて美味しい魚ですので、琵琶湖に放流して、漁師さんが取ってお金儲けができるために放流しています。で、今日問題、釣っていただく魚、ブルーギルとブラックバスです。で、これは外来魚の中でも特に問題がある魚です。で、なぜ問題があるかといいますと、皆さんもご存知の通り、在来魚を食べてしまうからです。で、ブラックバスとブルーギル、日本に入ってきた年代がちょっと違いまして、理由も違います。で、ちなみにブラックバスは魚釣り、ルアーフィッシングですね、ルアー釣りのために、日本に入ってきました。ルアー釣りを楽しむ魚として入ってきました。で、それに対してブルーギルは実は最初日本に入ってきたのは食用として入ってきました。で、戦後の食糧難の時代にブルーギルという魚が、アメリカの方にいまして、これが大変美味しい魚だということで、日本でも養殖できないかということを考えました。で、それを、持ち込んだ、直接持ち込んだというわけじゃないんですけど、持ち込むきっかけとなったのが今の天皇陛下です。で、天皇陛下がですね、食糧難の時代にこの魚をアメリカから日本に持ち込んで少しでもこの食糧難が解決するようにということで持ち込んだんですが、実は養殖がうまくいかずにいろんなところで逃げ出してしまって、今全国の湖とか川とかに姿
住んでいるということになっています。で約5年ぐらい前にですね、琵琶湖 の海づくり大会というのがありまして、天皇陛下さん来られまして、実はこのブルーギルの話を少しされてました。で、自分が、養殖のために持ち込んだ魚がこのように、生態系を脅かす存在になってしまって非常に心を痛めているということを、その時おっしゃっていました。でですね、このブラックバスとブルーギルっていう魚、今滋賀県では駆除をしております。で、皆様の後ろにあります外来魚回収ボックスっていうのが、その一つなんですけれども、これは一般の人に釣ってもらって、魚を駆除してもらおうというために設置されているものです。で、それ以外にはあと漁師さんによって駆除をしてもらっています。で、駆除した魚どうしているかといいますと漁師さんが取った新鮮な魚は、再利用しています。で、それを再利用の方法はですね、畑の肥料とか、あとは家畜の餌ですねに再利用して有効に活用しています。で、そこにあるその回収ボックスに捨てられた魚はですね、鮮度があんまり良くなくって、しょっちゅう回収しに来るわけではありませんので腐っていたりします。ですのでこれは再利用できませんので、燃えるゴミとして捨てられています。で、ですね、皆さんお子様とかお孫さんとか外来魚釣りにこれから行かれることもあるかと思いますけれども、お子様に、特にお子様にお話をするときに注意して言っていただきたいことはですね、決してこの外来魚は悪いものではないということですね。外来魚は日本に入ってきたのは、もちろん人間が持ち込んで人間の都合で持ってこられました。で、琵琶湖という場所は外来魚にとって非常に住みやすい場所だったのでこのように増えてしまったということです。ですので外来魚自体は魚自体に罪はないということを皆さんよく理解していただいてですね、お孫さんとかお子様にお話しするときにはそういうことを言っていただきたいと思います。で、外来魚がいるおかげで、琵琶湖のその固有種が減ってしまうので、やむを得なく駆除をしていると、大切な命だけれどもこうやむを得なく駆除をしているということを理解してですねやっていただけたらと思います。で、最後にですね、今日皆さん釣りされる方、経験者の方が多いと思うんですけれども、気をつけていただきたいのが針ですね。針の先、返しというものがありまして、簡単には外れないようになっています。で、これが刺さるとですね、深く刺さると取れません。で、私も実は2回ぐらいこの針刺さったことがありまして、病院に行って麻酔を打って取ってもらいました。ですので、なるべく間隔、周りの人にぶつからないように広く間隔を取って釣りをしていただきたいと思います。それと、あともう一つ、ブルーギル釣ると、針を飲み込むことがよくあります。で、針外して、こう、苦労して取られる方もあると思うんですけれども、実は裏技がありまして、ご存知の方もいるかもしれませんが、この割り箸を使います。で、飲み込んだブルーギルに、口の中に割り箸を突っ込んで、糸と一緒にこういう風に持って、そのままぐるぐる振り回すと、もう簡単に取れます。ですので、一度これ皆さん試していただいて、こんなに簡単に取れるんだということを体感していただけたらと思います。もう一つ最後にですね、今日は解剖セットを持ってきています。で、もし大物を釣られた方はですね、持ってきていただけてる、ただですね、お腹の中を解剖してどういうものを食べているかっていうのを見たいと思いますので、大物を釣って我こそはと思う方はぜひ提供をお願いします。で、以上でお話を終わりにします。どうもありがとうございました。